皆さんどうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。ではね、今回もエンチャントアームやっていきましょう。ということでね、前回このジャンクシティに来たんですが、なんか勇気またやらかしたんかなっていうねいや、またって言ってもね、初めてなんですけど、見るのはね、なんか、魔導楽器やったっけ、それを盗んだ可能性が高いのかな、なんとなくと思うんやけど、ちょっとはしご長いやめてあれ何どうした、うわめっちゃ人おる、何が起こんの、来たよ。おい、フバエルさんの家に泥棒が入ったんだってよ。へえ、そうなん。フバエルさんの家に入るなんていい度胸だよな。泥棒？一体何があったんだ。この町一の富豪のフバエルさんの家に泥棒が入ったんだと。何でも貴重な古代のお宝が盗まれたらしいぜ。へえ、古代のお宝ね。気の毒に。フバエルさんは宝やゴーレムの発掘には命かけてるからな。へえ、命かけてるんや、すごいな。かなり怒ってるはずだぜ。富豪のフバエルってどいつだ。あのナレキンシュ。ナレキンシュ立派な服のじいさんがそうだぜ。ナレキンやんなんや。ああ、あいつか。おい、おめえたち、これは一体どういう条件だい。私が占領の買い付けに行っている間にゴーレム笛が盗まれただって。すいやせん。不死鳥と呼ばれる男、不死鳥なんや。ちょっと目を離した隙に窓が破られまして、白昼堂々この私の家から盗まれたっていうわけかい。へあれがどんなに値打ちもんか分かってるのかい。へい、そりゃもう分かってて盗まれたと。頭、足は頭って呼ぶんじゃないよ。私らはもう仇なんだよ。仇？あ、そんな感じ。へい、すいません。とにかくおめえには落とし前をつけてもらうからね。砂人の盗掘団の掟は絶対だ。わかってるね。頭って呼ぶんじゃねえよ。頭って呼ぶなって言ってるんだよ。二度言わせるバカは嫌いだよ。おい、連れて行きな。砂埋めの刑だ。砂埋めの刑。何それ。首までずっぽり埋めときな。うわ、マジで。わかりました。おい、来い。町一番の調子者なんや。おかしら。だからおかしらって呼ぶんじゃねえ。かしらって呼ぶなって言ってるんだよ。まったく役立たずだね。そやね。あいつ何なんだ。ずいぶん偉そうだな。あいつはジャンクシティを牛耳ってフバイル。昔は砂人の洞窟団っていうコロツキの集まりの頭でね。今じゃ立派な御殿を建てて貴族ぶってるけど。あ、貴族ちゃうんや。中身は全然変わらないわ。悪党よ。あ、でもなんかちょっとかっこいいな。悪党の頭か。なんだめだこいつ。おい、誰だ。今頭って言ったバカは。あ。あちゃ、やば。そこの赤い服の小僧。おめえかい。あ、その隣にいるのは勇気じゃないか。戻ってきてたのかい。まあね。なるほどねえ。ということは解決だね。ん？おめえら勇気をとっつかまえな。へい、合点です。え、なんでよ。あたしが何したってのよ。ゆっ
くその平べったい胸に手を当てて考えることだね。言い方、砂漠のプチハイエナ勇気が戻ってきた時と同じくして魔導楽器がなくなったとなりゃ答えは明白じゃないかい。うわー、こういう好きなんやわ。ちょっと何むちゃくちゃ言ってるのよ。私がそんなことするわけ。あんなことをしたおめえなら何をやったっておかしくないと、この町の人間ならみんな分かってると思うがね。おい、じいさん。なんだよ、おめえは。アツマだ。こいつは俺の仲間なんだ。勝手に連れてくな。無謀な小僧だね。この私に盾つく機会、この町で私に逆らえば死ぬことになるよ。死なないね。俺は死なない。なぜならまだ俺にはやることがあるからだ。おめえバカだね。この人数を相手にする機会だが、その度胸は嫌いじゃない。まあ嫌いじゃない。いいだろう。交換条件として犯人を踏んじばってきたら勇気は話してやろうかね。アツマ、心配すんな。任せとけって。犯人は必ず見つけてやる。あれ、おい、勇気仲間から外れた？マジで？さてと、じゃあ真犯人を探そうぜ。うん。真犯人を探すって言ったってどうするつもりよ。まったく、当てはあるの？ない。ないんかい。当てがないですってバカね、何考えてるの。お前何考えてるの。まったく、もだいたい本当に勇気が犯人かもしれないのよ。確かに盗まれた魔導楽器とやらを欲しがっていたようですしな。仲間だろ。疑う前に情報を集めようぜ。あ、すまん、いやつらほんま。どうか考えるのはそれからだって遅くないだろ。わかったわよ、この人し。じゃあまずは聞き込みね。聞き込みって何を聞けばいいのかな。何を聞けばって、おい、決まってるでしょう。1、被害者の証言。2、目撃情報。3、犯人の犯行動機。聞き込むべきはこの3点についてよ。そうやね。他にも必要な情報はいろいろとあるかと。ゴリさんは黙ってて。ゴリさんゴリそうよ。捜査といったらキャラクター性を表したニックネームが必要でしょちょっと。だからライガ、あなたは今からゴリさん、そして私はマドンナ。あー、ダメだこいつ。マドンナ、マドンナアツマは特別に希望を聞いてあげるわ。どの特徴を表したニックネームがいい？そうだな、ね、熱血なところでいいんじゃないなら。熱血だから、そこを生かしたニックネームがいいかも。わかったわ。じゃあ捜査を開始するわよ、バーニング。バーニング来た。バーニング言うかな思ったわ。なんかよし、行くぞ。バーニング、バーニング聞き込むのは被害者の証言、うん、目撃情報。てかこれさ、なってる犯人の犯行動機の3つだ。わかったよ、ゴリさん。ゴリさんなんか笑けてくんねんけど。まあいろいろ話しかけていこうならちょっと、ほんまちょっと、うん、違うな、うん、まあここら辺は違うかなと思って、分かってんねんけど、一応ね、どこがどいつが情報を持ってるか分からんからさ。うん、何か手がかりは、何かいい手はないかしらと。ほう、いいところだね。税金も取られないし、アホなし愛者もいないアホなし愛者ね私の家業はそう窮屈なところでね、特に今の将軍、あ、支配者のことなんだけどね、代が変わってからひどくてね、京都シティで一転しの砂漠を越えた隙にやるんだけどさ、わざわざ砂漠前がまじ敵代が上がったよ。そうなんや。ここら辺は違うかな。ああ、いやそうじゃないけど、違うな。ならここら辺におるやつはこいつも違うやろ、きっと。間抜けの話だな、こいつや、きっと高台って言うてたから。せや、ここ、こいつや、こいつ。いい眺めだな。
いい眺めか。うん、確かにいい眺めだな。ここは私のお気に入りの場所なんだ。ああ、そうなんや。確かに遠くまで見渡せて気持ちがいい場所だな。これだけ眺めがいいといろんなものが見えてね。まあ、良くないものが見えたりもするんだが。良くないもの？良くないもの？ああ、5年ちょっと前かな。ジャンク山が崩れる事故があってね。事故？この町はジャンク、ゴーレム王時代の遺物を発掘し成長した町だ。へえ、そうなんや。今もうず高く積まれたジャンクの山を掘って生計を立てている奴らがたくさんいる。ただ大勢が無計画にジャンクを掘ってるからな。時々ジャンクの山が崩れることがあるんだ。大抵は崩れそうな時は先にわざと崩しちまって事故にならないようにするんだがな。ああ、わからん時もあるってことやね。5年前の事故の時は崩れそうなのに無理やり掘ろうとした奴がいたとかで下敷きになって人死にが出たんだ。上から見てたが、そりゃひどいありさまだったよ。そっか、ジャンクシティの人も大変なんだな。ねえ、眺めが良くていろんなものが見えるって言ったわよね。ん？ああ、それが何か？ちょっと前なんだけど、富豪の家に泥棒が入ったのは知ってる？いや、ずっとここにいたからな。知らないよ。知らんのかい。無謀なことをするやつもいたもんだね。怪しい人影とか見たりしていないかしら。怪しい人影。ああ、そういえば見たんだな。ああ、なんかこう屋根の上をひょひょいってな、飛び移りながら進んでる人影を見たよ。ちょうど富豪の家のあたりだった気がするな。そんでそんで、何か特徴とかなかったか？特徴？ああ、そういえば。そういえば？帽子をかぶってたな。こう、つばのある帽子だ。なるほど、犯人は帽子をかぶっているのか。まあ、いつもかぶっているとは限らないけど、犯人の特徴を示す有力な情報ね。そうやね、なんかね、有力な情報が得られたけど、まだ決め手には欠けるわね。まあ、そうやね。もう少し他のところも当たってみましょうか。ああ、よし。そういや、なんか、ジュリパー、ジュリパーってことはだいぶ人を話しかけなあかんパターンじゃん。ってことはこっちもいる、おる、こいつも話しかけたらいいとか。違うんかい、違うんかいってな。じゃあ一旦、まあ、まだ分かるとこまでカットですね。こいつかなって思ってね、話しかけていって違うかったら嫌なんで、一旦ここで、はい。あ、違うかった、違うかった。え、あれ、なんかええもん落ちてへんかな。あ、こいつだった。ええもん拾わんとおまんま食えへんからな。なあ、サンディ。かわいいサンディ。何や、お前も腹減ったんか。わいもお腹ペコペコやわ。ねえ君、ここで何してるの？なんや、姉ちゃんえらいべっぴんさんやな。ありがとう。で、君はここで何をしているの？ジャンクをな、拾うとるんや。ジャンク？せやで、ジャンクっちゅうのは古代の遺跡とかゴーレムの残骸のことや。ああ、残骸ね。この辺の砂漠にはジャンクがぎょうさん埋まっとるんや。大概は二足三毛のクズばっかりやけど、たまにこっつい値打ちもんが出てくることもあるんやね。へえ、値打ちもんね。わいな、こないだえらいもん掘り当てたんやで。ごっつい嬉しかったな、あれは。ずっと探しとったのをやっと掘り当てたから感慨もひとしおやった。へえ。まあ、すぐにフバエルさんに取られてもうたんやけどな。それはひょっとして魔導楽器のことか。せやで、おっさん知っとるんか、魔導楽器のこと。いや、詳しくは知らん。よかったら教えてもらえるか。うん、魔導楽器についてか。いや、よう覚えてへんな。覚えてへんのかい。なんとか思い出せないか。なんか食ったら思い出すかもしらへんけど。なあ、サンディ。元気になった、サンディ。このクソガキ。クソガキ。なあ、あかんあかん、
お腹が空きすぎて血糖値っちゅうやつ、それが低下しとる。ダメだこれ。もう完全に忘れてもうた。いやそれ関係ないから。もう魔導楽器のこと一生思い出せへんかもしれへんわ。仕方ないわね。分かったわ、何か食べ物を持ってきてあげる。それなら思い出せるかもしれへんわ。なあサンディ、ワンワンって、え、嘘、え、マジで、うん、食べ物やろ。え、ちょっと待って、食べ物ってなんかどっかあった、ちょっと、あ、あそこに行ったらいいんかな、なんとなくどこに行ったらいいのかは分かったよ。うん、あの下のところ行けばいいんやろ、そんな気するわ。よっしゃ、これで下来てやることは決まっとんねん、多分。このここにある美味しいもん並べられてるっていうことやから、こいつにちょっと話しかけていけば。ねえ、あつま、ここで食べ物を買えそうじゃない。ビンゴ。そうだな、すいません、なんか食べ物を売ってくれませんか。そうだね、おすすめはみずみずしさ満点のオアシスイチジクとか、骨まで食べれる砂漠ウサギの骨付き肉だね。 どれにする。そうだな、うん、カリンに決めてもらおう。カリン決めていいぜ。そうね、イチジクとかどう、血糖値高そうだし。じゃあオアシスイチジクください。はいよ、どうぞ。よっしゃ、ありがとう。よし、そんじゃ食べ物も手に入れたことだし、ジャンクアサリの坊主のところに行くか。せやね、坊主のとこ行こう。まだ19%か。これでどれぐらいになるんかがな、ちょっとそれがしわからんけども、まあうまいこといくことを願う。匂いしまで一旦そこまでカットですね。よし、戻ってきたで。よし、持ってきたよ。お待たせ、うん、食べ物を持ってきたわよ。おおきに、わっ。はい、どうぞ。オアシスイチジクを渡した。お、オアシスイチジクやんか。砂漠で果物は貴重なんやで。さすが、べっぴんさんは違うな。サディ、わっ。カレンも、ちょっとおだてなくていいから、早く食べて血糖値を上げなさいよ。はいはい、ほら半分こやで、サンディ。うん、ほら、いただきます。この芳醇な味わい、たまらんな。いいなあ。つま、あつま、物欲しそうな顔しないでよ。うん、お前で。それで魔導楽器について思い出した。バッチリやで。ワイが発掘した魔導楽器はな、ゴーレムブエっちゅうやつや。吹くことで特殊な周波数の音波が出る笛でな。特殊な周波数の音波が出る。特定のゴーレムを呼び出すのに使えるって言われてる。ゴーレムを呼び出す。そうそう、ジャンクシティの近くに白い花畑があるやろ。あそこで吹くと伝説のゴーレムがやってくるって話があるんや。ああ、勇気が言ってた伝説のゴーレムか。おお、なるほど。ゴーレム笛を盗んだ犯人は伝説のゴーレムを欲しがっていたってことね。わあ、ますます勇気怪しなってきた。それは犯人の犯行動機というわけですな。ところでお前、子供のくせにその魔導楽器についてずいぶん詳しいんだな。当たり前や。ジャンク掘りにとって魔導楽器を掘り出すのは夢の一つやで。何しろかなりの値打ちもんやからな。一つ掘り出せば一生遊んで暮らせるんや。前は5年越しの発掘作業の末に掘り当てたんやね。でもあなたその割には貧しい食生活を送ってるみたいね。最初に言うたやろ、ウバイルさんに取られたて。あの人ごっつい鼻が利くからな。ようやっと掘り当てたと思ったら、レスタ行さん連れてきて、死にたなかったらよこせってな。そんな、ひどい。
おとなしく従ったのか。しゃあないやろ。ワイだけやったらともかく、サンディまで巻き添いで殺されるとこやったんや。最悪やん。お宝また掘り当てればええけどな。命はそういうわけにもいかんやろ。そうそう、命は一つしかないからね。そうや、食べ物大きにな。ほな、行くでサンディ。あのフバイルってやつ、最低だな。そうね。ですが、今は犯人を探すことが先決ですな。ああ、勇気の濡れ衣を晴らさなきゃ。うん、なんかますます勇気がなんか。情報が得られたけど、まだ決め手には欠けるわね。怪しいけどね。もう少し他のところも当たってみましょうか。ああ。で、どれぐらいになった？44%ってどこでなるかわからんな、ほんま。びっくりしたわ、はっきり言って。うんっていう勇気の家、これ入られへんの、ほんまに。マジか。ちょっと入ったらなんかいろいろわかるんじゃね。そういう問題でもないか。うん、あとどこや。開けるのかい。被害者の証言を聞くんだよな。そうよ、フバイルさん、ちょっといいかしら。おや、おめえら、犯人は見つかったのかい。まだだけど、少し聞きたいことがあるの。ああ、何でも聞きな。じゃあ現場の状況について教えてよ。そうね、遺留品があったりはしない？遺留品ね。いや、何もないね。綺麗なもんだよ。犯人がいた痕跡なんてほとんどないね。そう、随分手際がいいのね。何しろ誰も侵入されたことに気づかなかったからな。それすごい。部屋には鍵がかかっていたし、慌てる必要がなかったんだろうよ。部屋には鍵がかかっていた。じゃあ犯人はどこから侵入したの？ああ、それがどうも通気口から入ったようだね。通気口？通気口？そうさ、屋敷の裏側の通気口にはまっていた格子が外れていたんだ。あいにくと通気口までは警備の手が回っていなくてね。そんなところから入ると思わないだろう。猫やネズミじゃあるまいし。せやね。狭い通気口から侵入したの。ねえバーニング、このことから考えると犯人はどんなやつだと思う？そうだな、犯人は身柄で小柄なやつだ。つまり犯人は身軽で小柄なやつだってことだな。冴えてるじゃない、アツマのくせに。悪かったな、アツマのくせに。当たり前だろ。確かに、きっと犯人は身の軽い小柄なやつね。子供か、あるいは女性という線もあるかも。それから犯人は相当地の利に明るい人間ね。狭い通気口なんて普通気づかないもの。もうますます勇気が怪しくなってきた。他に聞きたいことはと、じゃあ犯人の心当たりについて教えてよ。犯人の心当たり、それなら有力な奴が一人いるね。勇気やろ。私はそいつが怪しいと睨んでるんだ。誰だそれって？勇気だよ。他に心当たりはないのか？さてね、私ももともとはトークスタンなんてアコギな商売やってたからね。ありすぎて逆にわからないというのが正直なところさ。正直なところかい。あ、そう。あ、そうやな。ね、他にも聞きたいことはあるかい？ちょっと待って。おい、足焦った。盗まれたものについて教えてよ。盗まれたのは古代に作られた魔導楽器、ゴーレム笛さ。ゴーレム笛？ゴーレム笛？そのゴーレム笛って何に使うものなんだ？ただの骨董品さ。鑑賞して楽しむだけさね。笛なのに？笛なのに？ああ、そうだよ。文句あるのかい？いや、別にないけどね。別に文句はないけど。ところでご老人。なんだい？そのゴーレム笛というのは
どうやって手に入れたので？あの笛は私が発掘したんだよ。なんか難癖つける機会？いや、そういうわけでは。ただ、どうやって手に入れたのか。うるさいね。この話はおしまいだよ。他に聞きたいことは？じゃあ、いや、もう別に聞きたいことはないや。そうかい。じゃ、まだ何かあったらおいで。笑い方嫌いやわ。せいぜい頑張ることだね。なんか笑い方嫌いやわ。さて、これでいろいろと分かってきたわね。そうやね。一回情報を整理してみようぜ。情報整理する。じゃあ今まで集めた情報を一度整理してみましょうか。そうですな。調査で分かった犯人についての情報は、犯人が身軽かつ地の利に明るい人間であること、伝説のゴーレムを欲しがっていること、勇気なんか唾のある帽子をかぶっていたことの3点ですな。そうね。そしてそれを踏まえて犯人が誰かというと、バーニング、わかる？ああ、犯人はおそらく俺だって。勇気だ、あまり言いたくない。この町の中にいる。そんなのは分かってるのよ。ふざけてると蹴り殺すわよ。ごめん。じゃあ改めて、犯人は勇気しかないもん。犯人は多分勇気だ。ええ、今までの情報を考えるとやっぱりそう考えざるを得ないわね。今考えてみれば、みんなが集合しているところになかなか来なかったのだって、グバイルの家に盗みに入っていたからってわけね。けどきっと何か訳があるはずだ。訳があるですって？どうせ単にゴーレムが欲しいから盗んだに決まっているじゃない。いや、でもきっと何か。アツマ、お人よしなのもいい加減にしなさいよ。けどさ、あいつは大切な仲間なんだ。俺が辛い時に気合い入れてくれたんだ。だからって泥棒したのを見過ごすの？カリン様、ここは一つ勇気の家を調べてみてはいかがですか。今上がっている情報も全て状況証拠でしかないわけですし。そうね、この際はっきりさせた方がいいわ。アツマ、勇気の家に行くわよ。ああ、分かったよ。よし、ここでようやく、あ、84% が来た。まだ 84% か。マジか。マジかよ。ちょっと待って、それ。まあ、一旦、まあ、勇気の家までちょっとカットはしましょう、なら。にしてもね、ちょっとやばい。いろいろと、勇気が取ったってことがなんとなく俺にも分かってきてんねんけど、ここやね、ここ、そう、ここ、勇気の家はここです。入っていきましょう。ここが勇気の家みたいね。扉にはエンチャントされた鍵がかかってるな。どうするの、アツマ？鍵を壊す。鍵を壊すか。そうだよな。俺の場合、普通の鍵よりエンチャント錠の方が簡単だ。右腕をあんまりこういうことに使いたくないけど。よっと、よし、エンチャント無効化完了。開いたわね。じゃあ中に入りましょうか。うん、入りましょう。ここが勇気の家の中か。意外と片付いてるわね。さてと、ゴーレム笛はどこにあるかな。アツマ、どこを調べる？おお、なんかいろいろある。金庫の中を調べてみるか。あれ、鍵がかかってるみたいだな。これはエンチャント錠じゃないから右腕でもどうにもならないし、とりあえず他のところを調べてみるか。ああ、なるほどね。クローゼットの中を調べてみるか。同じ帽子が大量にあるな。同じ帽子が。ここには目当てのものはなさそうだな。
他のところを調べるぞ、アツマ。ベッドの下。ベッドの下を調べてみるか。男なら隠すのはベッドの下と相場が決まっているが。相場が決まっているのが。女の子の場合はどうなんだろう。うん、この棚は何だ。開けてみようぜ、ライカさん。なるほど。あいつは意外と可愛いパンツを履いている。おい、アツマ。確かに。バカ。確かにじゃないでしょ。早くしまいなさい。意外な発見はあったけど、ここにも目当てのものはなさそうだな。別の場所を調べてみよう。ちょっとやな、ほんま。机の引き出しの中を調べてみるか。なんだろうこれ。写真立てかな。お、風呂に何か貼り付いてるぞ。鍵みたいだな。よし、これでどこかが開けられるかも。なるほどね。アツマ、この写真立ての写真を見てみろ。写真？どれどれ？あれ？これ、ユウキと、あれ？あれ？なんでだ？写真なんてあいつと撮ったっけ？アツマ、よく見てよ。顔はよく似てるけど、この人の方があなたより美形よ。美形言われてる。あと、髪の毛も茶色し。髪の毛も茶色。あ、ほんとだ。で、誰だこれ？誰だこれ？さあね。とりあえず今は手に入れた鍵を使ってみましょう。よし、金庫の中。金庫の中を調べてみるか。見よう。さっきの鍵を使ってと。よし、開いたぞ。早く中を調べてよ、アツマ。わかってるって。開けるぞ。お、何か入ってるな。何か入ってる。これって笛のようだな。多分これがゴーレム笛ね。ゴーレム笛手に入れた。これではっきりしたわね。犯人は勇気を。そうだな。アスマ、笛を見つけたのはいいが、この後この笛をどうする気だ。それは、どうしよう。超どうしようこれ。どれにしたらいい。勇気に渡す、ルバイルに渡す、持ち主に返す。いやー、持ち主に返そう。持ち主って、あの富豪のこと？いや違う、ジャンクを掘ってるあの子だ。うん、そうだな。それが一番だろう。勇気のことはどうするの？なんとかするさ。とりあえず返しに行こうぜ。うん、捜査完了。お、捜査完了した。じゃあとはまあこれをあの子に返して、今回これぐらいで終わりにしましょう。おい、坊主。なんや、まだなんか用か、兄ちゃん。用っていうか、これをお前に返そうと思って。これってゴーレム笛。どういうことや、一体。それは、なるほどな。勇気の姉ちゃんがゴーレム笛を取ったんか。ああ、そういうこと。で、元はといえばこの笛を掘り当てたのはお前だから返そうと思って。いらへんわ。あ、いらへん言うたんや。どうしてよ、頑張って掘り当てたんでしょ。せやけど兄ちゃんら勇気の姉ちゃん助けたんやろ。せやったらあげるわ。ワイも気持ちわかるもん。サンディ人質、ちごて犬じちん取られた時ごっついつらかったし。犬じち。あなたいい子ね。そうか。そうよ、あなた気に入ったわ。カリン様、急にどうしたのですか。うん、急にどうしたのですか。どうもこうもないわよ。元はといえば全部あのフバイルって符号が悪いんじゃない。もともと人から奪ったものなのよ。盗まれたからって勇気を捕まえておく権利はあいつにはないわ。まあ確かにそうかも。それは言えてるかも。だから笛はやっぱりあなたに返す。あ、せやけど勇気の姉ちゃんはどうやって取り戻すの？私に一つ策があるわ。策がある。策と言いますと。実力行使よ、正面突破よ。なんか策ちゃうやんか。それは策って言わないんじゃ。言わないんじゃ。うるさいわね。文句あるの？いや、ないです、すいません。ないぜ、大賛成だ。やむを得ませんな。よし、じゃあ富豪の家に乗り込むわよ。
よし、塗り込むってことで今回はね、まあね、もうこれぐらいで終わりましょう。ではご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトルゴジョン縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。